った撮影の時に使ってるカメラっていうのは、ソニーのサイバーショット HX30V、これはあのミニカーとかを接写する時に使ってます。でそれ以外にですね、外で使ってる時はあの iPhone スマホを使ってます。でスマホを撮ってそれを iMovie で編集して、そのまま YouTube に送ってるっていうそういう手法を取ってます。で、今回ですね、ちょっとスマホ用のレンズセットっていうものを手に入れたので紹介したいと思います。こんなちっちゃいやつです。スマホに、クリップ式で挟んで使うレンズで、この中に2種類入ってます。とても軽くてですね、旅行とかそういう持ち歩きに便利なやつです。こんな感じで、これが本体で、今すでに1個ついてるんですけども、これが広角レンズになります。でもう一つのが、魚眼レンズになります。一眼レフカメラと同じようにですね、レンズを変えて撮影すればですね、スマホも多様な写真や動画を撮れることになります。結構便利です。で、この本体がですねこんな感じになってます。こう挟むんですね、こうやって。これをスマホに挟んで、レンズのところに挟んで、使います。でレンズの付け替えの時はここをひねると、ネジみたいにこうなって、わかりますか。でこれをここにつけます。でこんな感じで、ここに、ここにですね、この挟むところにですねゴムパッキンがついてますので、挟んでも滑り落ちることはまずないです。もし滑り落ちるようであるならば、ちょっとつけ方がまずいんだということで、しっかり、挟むようにしてください。でこれなんですけど、撮ると広角レンズの場合はすごく視野が広くなります。でこれなんですけど、挟むっていうことで、スマホだけじゃなくてですね、応用としてパソコン、まあノートパソコンですね、ノートパソコンのウェブカメラに、挟んで使うっていうことも、そういう使い方もできます。で試しに私使ってみたんですけど、十分可能です。例えばですね、私が使ってる、パソコンがバイオなんですけど、ここにウェブカメラがあります。でここにこのレンズを挟みます。こういうふうにですね挟むんですね。ゴムパッキンで、固定されてるのでずれることはないです。ちゃんと挟めばね。で、カメラによって、スマホによってですね、この魚眼レンズの場合は、映像が丸く撮れるものと、まあ普段のこの四角い枠で、撮影できるものっていうのが分かれるようで、で私が使ってるこの iPhone だと丸い、アングルになります。なんか潜水艇の窓のような、そういうような感じの映像が撮れます。はい、これは結構ですね便利ですので。でこれ値段がですね、だいたい3000円くらいで、サンワダイレクトの場合、2000円以上だと送料タダになるんで、このレンズを買うだけで、送料はタダになります。で結構早いんで、
まあ、その日の午前中に注文すればもうその日のうちにすぐ発送してくれるので、まあ、早くてもう24時間経たないうちに、届くこともあります。はい、で、一応ですね、興味ある方はそのサンワダイレクトのこのカメラのページのリンクをですね、下の説明欄に、記載しておきますので、まあ、後で興味あったらチェックしてみてください。以上、スマホのレンズセットの紹介でした。